ートです。小暮を狙ってカーブラのシュート、うん、決まった。上がっていい取り方しましたね。ここを奪ってからが早いです愛媛。カーブラ縦は近藤が走っていますが使わず、ありますよ、自ら左足でシュートを打っていく。こぼれたボールは押し込んだ、愛媛が決めた。どこに合わせるか、低いボールだ、ヘディングは茂木、ネットを揺らした。森谷が広げて、ここに茂木、内本、うん、ヘディングから川村、リターンして左足、川村決めた。岩井から川村、川村のシュートだー。岩井、こちらが上がってきました。入ってくる、ピンポイント。この時間、対応は入ってないですよね、ボールが。さあ、藤本だ、藤本のシュート詰めたー。決まれるか、それとも村山しのぐか。藤本、この後です。なんとか詰めました、愛媛追加点。巻いてくる、池田を狙いました。こぼれて茂木だ、決まった、3点目。西岡のクロス、吉田真希と、まだある森谷、森谷の左シュートだ、カーブラー、ふわりと浮かした森谷、ヘッドライン割ってきた、このドライブゲット。ところ大山も森谷に寄っていく、茂木先に琉球の選手が触りました。その次のボール、藤本、広げて近藤、中志、近藤入っていく、近藤クロス、逆サイドヘディング、出せていけないのかなというところですね。うん、クスナは前のを使って、前のからクロスが入った、関健太郎触って近藤のシュート、シュートもう一度左足、こう外を回って吉田、吉田にパスが出た、吉田は左利き、中にクロスを入れて藤本、はピッチを退きましたが、西岡大志だ。西岡が攻撃の形出るかというところで通れば、うわチャンスになる、地元、中に近藤、そして吉田も入ってクロスボール、まあ、技術の部分ですね、はい、逆にここは愛媛がチャンスになる、地元、自分で運ぶ、自分で運んで自分でシュート、ー、はい、近いサイドだ、藤本奪われず、忽那がいった、このボール田中が拾う、田中からここに近藤だ、近藤のシュート、リフレクションあった。榎本、自分で行くか、自分で行くか、自分で行くか、自分で打ったー。残っています。お、低いボール、ニアだ、抑えて近藤、流れて押し込む。内田はプレスを嫌って前線に送りました。入れ替われるか、さあ藤本が前に行く、藤本倒れない、最後フィニッシュ、ゴールキーパーの田中反応して最後、いいボール入ってきた、うん、本線から決まりました、愛媛の大手。さあ細かいところが通って藤本運んでいく、藤本外からシュート、川村だ。小暮が勝負に行く、クロスが上がった、藤本のヘディング、近いサイドを狙った、西岡スラスだ。さあ先ほどはカーブをもらって仕掛けるシーンがあったが、藤本が自分で行かず石井を選択。素晴らしい、直接狙って吸い込まれました。ここは跳ね返して混戦の中、まだやる、ここは押し込んで藤本いました。そして前を向いた山瀬、縦へのボール、藤本推進力がある、首を抜き去る中、山瀬がいる、山瀬のシュート、どうか、決まった。小原、そして茂木、裏抜けて川村だ、川村左手シュート、決まった。そしてスイッチが入った攻撃、さあ小原が行く、左高木、真ん中藤本いるが自分で抜けてきた、小原シュート、決まった。
らせたボールゴール前平田が持ち込んだ運んでいって横谷から川村東山だ、いやー素晴らしい、内田決まった姫先生能力高くて、はい、あいいパス、ね、面白いところに出た近藤がフリーだ